はいどうも皆さんこんにちは、秋田です。本日は日経平均に関してテクニカル分析の方を行っていきたいと思います。で、現状は日経平均の1時間足のチャートを表示しているんですけれども、見ていただいてわかる通り、日経平均が綺麗な上昇トレンドを発生させています。で、やっぱり各 SNS 会話を見ていると、この日経平均の上昇をすごくポジティブに捉えている方が多くいらっしゃって、含み益もたくさん出ています。なので結構株界隈は今は盛り上がっているところかなと思っているんです ですけれどもこれだけ上昇トレンド発生してくると空売りとかも入れるのがちょっと難しいなとか思ってきたりするところもあったりするんです。 やっぱり毎回正しくテクニカル分析を行ったりとかトレンドフォローを行うことが大切かなと個人的には思っていますので本日も日経平均で短期的に利益が狙えるポイントを説明していきたいなと思いますのでぜひとも最後まで動画をご視聴していただければと思いますで私の運営している YouTube チャンネルでは株式に関してのテクニカル分析を中心に普段から動画を投稿しています もちろん、ファンダ分析に関しての情報自体も配信しているのですが、チャートを見て相場を分析するテクニカル分析を私自身もう6年以上研究してきているので、このチャンネルを通してですね、テクニカル分析によって利益を出す方法を視聴者さんにお伝えしていければと思っています。また、YouTube チャンネルとは別で、公式 LINE というものも運営していまして、公式 LINE では YouTube では公開できない利益に直結する無料コンテンツを複数提供しているので、必ずですね、概要欄 の url から公式ラインの登録を行っていただければと思います複数ある無料コンテンツのうち特徴的なものを2つピックアップさせていただくとこちらになっていて1つ目は株式のテクニカル分析の情報を定期的に共有する無料オンラインサロンの情報ですねこちらは youtube だと編集などの時間がかかるため緊急性のある配信が行いにくいのですが無料オンラインサロンであればこのように相場が急激に動いた際などに利益が出るポイントを共有すること ことができます。そして2つ目は LINE 登録者さんに対して定期的に行っている無料プロジェクトのご案内ですねこちらは直近で行ったものだと月100万円前後の利益を安定的に狙える短期取引手法というものを1ヶ月間無料でお支させていただいて参加した方からはこちらのような感謝の連絡をいただきましたまあ他にもですねさまざまな利益につながる情報を公式 LINE に登録すると受け取ることができるので繰り返しにはなりますが概要欄から詳 式いの登録をお願いしますねでは早速本題のお話に入っていくんですけれどもまず日経平均が上昇トレンド発生したということで上昇トレンドの発生の流れをまず振り返っていきたいなと思います。 で、先週から続いていた上昇トレンドがまだ終わっていないような形になってくるんですけれどもまず1時間足で注目したいところとしてはもともと意識されていたこちらの平行チャンネルが大きく存在したんですけど冷やしとかで見た方が分かりやすいかもですねで、この平行チャンネルを明確に上抜けしてきましたで、上抜けしたことによって上昇トレンドさらに勢いづいてると思いますし現状ですねこちらの平行チャンネルがサポートラインとして機能してくれていて直近の相場に関してもこの平行チャンネルの上昇 でこの平行チャンネルは前々の動画から私は引いていたのでこちらを真似してご自身のチャートに反映させてる方に関しては今のトレンドがすごく読みやすいと思いますでこの辺りに関しても結局平行チャンネルの底で反発していますし今回も上層で反発でこの辺りも上層で反発してますよねなので結構直近の相場の鍵になってくるのが今私が囲っているこちらの平行チャンネルがどれだけサポートラインと 機能してくるのかとというところが大切になりますで私の動画でいいいつももお話しししててるる n のの形形今回は形成しているわけですなのですなこの NG の形さえ頭に入っていれば拡大してこの辺りで買いエントリー仕込めたかなと思うので私は最近ちょっと日経平均の動画投稿していなかったんですけれども私の動画からしっかりとテクニカル分析の知識を身につけている方はこの上昇トレンドは短期的なエントリー仕込めたんじゃないかなと思います。 で、現状、直近の高値も更新しているので、こういったところはダウン理論的に見ても、すごくきれいに追加の上昇トレンド発生しやすい状態になってくるので、私的に直近の相場が来週の週明けぐらいにもう一段階上昇トレンド発生してもおかしくないんじゃないかなと思ってます。ただし、注意点としては、こちらの MacD のインジケーターを見ると、価格が切り上がっているのに対して MacD が切り下がっているんです。で、こうやって逆効の形を形成してくると、 変われすぎのサインが点灯して、新規で売りエントリー発生しやすくなってきます。ですが、注目してみると、一応またデッドクロスしているわけではないので、このまま相場機で上がるのと連動して、相場も右肩上がり、MacD も右肩上がりみたいな、ちょっと MacD の値とかも変化してくる可能性があるので、まだ確定ではないんですけれども、ここがちょっとデッドクロスしてしまうと、相場の印象的には悪いかなと思います。 ですがもう一つ表示しているインジケーターである r c i 3ラ i ンズに関しては現状まだまだ上昇トレンドの余地があるかなと思いますし基本的に r c i 3ラ i ンズの天井圏のサインというのはこんな形で3本のラインが天井の値を推移していて赤のラインが先行的に崩れて青のライン緑のラインが連動して崩れてくるこんな形にならないと天井ですよというサインではないのでそういったところを考慮するともう一段階上昇発生してもおかしくないのかなと思ってます で現状は直近の高値のところで反発している形なので本日とか明日中に上昇トレンドがもう一段階発生してもおかしくないぐらいですね上昇トレンド強い展開になってきているのでこういった時はウリエントリーのシナリオは考えなくてもいいのかなと思ってますで仮にウリエントリーのシナリオを考えるのであればこの平行チャンネルの中に割り込んできてからウリエントリーのシナリオを考えればいいかなと思うのでまた割り込んだ際には YouTube の方で追加の動画解説を行っていければなとは思いますで 買いエントリー入れていただくのであれば、いろんなポイントから全然買いエントリー仕込んでいただいていいかなと思いますし、仮にこの動画が投稿されている頃に、相場が動いているのであれば、こちらのトレンドラインが存在するんですけれども、このトレンドライン、上抜けしたところとかも買いエントリー対象になってくるかなと思います。 なので、もし仮にこの動画公開される頃にあんまり相場が動いていなければ、今のポイントでカエントリー仕込んでみてもいいかなと思いますし、逆にですね、動画公開されてる頃に相場が下に 崩れれててていいいいたたらこのの平行チャンネルの反発時に買いエントリーを入れていただいてでもし直近の高値更新したら追加で買いエントリー入れるみたいなポジションの持ち方が綺麗かなと思います。でもう一つすみませんシナリオがありましたね。上昇トレンドも動画公開される頃に発生していたパターンに関してはこのトレンドラインを上抜けして N 字の形を作ったポイントぐらいで買いエントリーという形で3パターン買いエントリーポイントを解説させていただいたのでどんな相場状況になっていてもある程度 は柔軟に対応できるかなと思います。 で利確ポイントは意識されていたこのサポートラインとして機能している平行チャネルを天井圏を少し高くしてあげますでこのポイントでこんな形で上げてあげると天井圏とか決めることができたりするのでこんな形で利確ポイントを探っていただければなと思いますし何かわからないことなどかあればまた公式 LINE で質問くださいはいということで本日も日経平均の分析を行わせていただいたんですけれども僕が普段から投稿している動画でテクニカル分析の知識をふんだんにお話し していますのでできればメモとか取りながらしっかりとご自身の中に取り入れていただいてご自身の手法強化をしていただければなと思ってますで、先ほどもお話ししたように公式 LINE では YouTube では公開していない限定の利益が狙えるコンテンツというものを無料で配布していますので ぜひとも概要欄から公式 LINE の登録をしていただければと思います。で、この動画がわかりやすいなと思った方は、この動画の高評価もしていただければと思います。では、本日も短い動画となりましたが、最後まで動画をご視聴していただいてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。